美味しい食から伝統工芸、ぜひお楽しみくだされ。仙台駅2階で始まった仙台宮城の味と技フェア、22の出店があり、仙台名物の笹かまぼこなどの食品や仙台タンスといった工芸品およそ430点が並んでいます。こちらは伊達家の家紋、竹にすずめをモチーフにしたまんじゅう。新たな仙台銘菓として去年販売を開始すると SNS などで話題となり人気を集めています。今日たまたま仙台駅来たら売ってたので嬉しくて買いました。コロナが明けてお客さんとか観光客の方もいっぱい来ると思うので、また盛り上がるすずめ祭りが楽しみですね。地元の方以外にも観光であったり祭りで見に来る方もいらっしゃるので、本当幅広い方に仙台の物産品を見ていただいて楽しんでいただきたいというふうに思っております。この催しは青葉祭りの開催に合わせて仙台の魅力を知ってもらおうというもので、仙台駅2階で今月19日まで開かれています。